スーパーセル、スーパーセル、スパーセルとは、回転する継続した上昇気流域、メソサイクロンを伴った単一セルで構成される、非常に激しい嵐、雷雲群のこと。マスメディアなどでは、超巨大石乱雲と呼ばれることもある。メソ大流系、MCS の一種で、単一の降水セルで構成されているにもかかわらず、規模は大きく、非常に激しい光点をもたらす。 スーパーセルは小さな単一セルから成長してできることもあれば複数のセル、マルチセルが構成する一回からできることもある。上昇期流域と下降期流域が分離しているため持続時間が平均数時間と長く詳しいステディーステートストロムズ準定常状態の嵐としても知られている。マルチセルラインからできる場合はこの長寿命の嵐が 一般風に従った向きから分裂に伴って方向転換をするところから始まる。水平方向の一般風に延直シアーがある時に分裂しやすく、右側に反れるライトムーバース、ライトムーバー、左側に反れるレフトムーバース、レフトムーバーに分裂する。この時、ライトムーバーは下降気流が強まって弱体化する一方、レフトムーバーは上昇気流が強まってスーパーセルになる。 スーパーセルというのは大きさで定義されているわけではないので、その大きさは様々である。普通、水平規模は約 10km から 100km のオーダーである。特徴として大量の氷、激しい雨、集中豪雨、強いダウンバースト、そして時に竜巻を発生させることが知られている。メソサイクロン引き伸ばし型の竜巻の発生原因としては、 最も古くから知られている。スーパーセルは条件が整えば世界中どこでも発生し得る。ある文献によれば世界で最初にスーパーセルとして認知されたのは1962年にイギリスのウォーキンガムを襲った嵐でキース・ブローニングとフランク・ラドロムの二人の研究によって明らかにされた。世界で最もよくスーパーセルが発生するのは アメリカ合衆国のグレートプレーンズ地域だが、中緯度地域ではどこも、比較的よく発生する。2017年8月22日に、愛知県で、同様の現象が起き、大きな被害をもたらした。現在、スーパーセルのメカニズムを説明するモデルは、レスリー・アール・レモンとチャールズ・ウェイド・スウェル・イーの論文、シビア・サンダーストロム・エボリューションメゾーサイクロン。 ストラックチャースリレーテッドツートーネドジェニシス、竜巻の発生機構に関連した激しい雷雨の進化とメソサイクロンの構造が有力視されている。スーパーセルはウィンドシアによって生じた水平ズ旅の偏りによって自ら低気圧のように回転している。これは強い上昇気流が水平方向を軸に地面と直角の面を回転している普通の風持ち上げ、 炎直方向を軸に地面と平行の面を回転するようにねじ曲げてしまうことで起きる。これはディープローテイティングアップドラフト、いわゆるメソサイクロン、メゾーサイクロンと呼ばれている。キャップ、キャップ、またはキャッピング逆転層、キャッピングインバージアンというものが一定の勢力を持つ上昇気流を発生させるのに必要である。キャップは通常の温度清掃、 上空に行くほど冷たい空気層の上に逆転層、上空に行くほど暖かい空気層があり、かつ、暖かい地表の空気が上昇するのを防ぐ以下の条件のいずれか、または、型に該当するときに発生する。この冷たい空気のもとにより、暖かい湿った空気が存在する状況は、次第に大気を不安定化させる、暖かい空気は、密度が低く上昇しやすいため、 キャップが動いたり弱まったとしても回転する風を生み出せる雲の爆発的成長はまだ続く。北米など北半球の中緯度地域ではドップラーレーダーでスーパーセルを観測すると南西側に小さな円形あるいはフック状の雲、北東側に大きく広がる雲が現れるという特徴がある。激しい雨が降るのは南西側であり下降気流を起こしにくい。 無効不性上昇気流やセルの成長を支えるメインの上昇気流が突然終わった頃に始まる。また、メインの上昇気流域の北側や北西側では RFD リアフランクダウンドラフトという小規模の前線が激しい雨を降らせる。RFD はレーダー画像上でメソサイクロンの発生を示すフックエコーホックエコーを作る。気象レーダーも参照。スーパーセルは 気象学者やストームスポッターらによって3種類に分類されることがある。ただし一生の間にパターンを変えるものやどの種類にも当てはまらないようなものもある。抵抗水型や高降水型に当てはまらないものは古典的クラシックスーパーセルに分類される。ただすべてのスーパーセルは例外なく激しい気象現象をもたらす。 上昇気流域から離れた部分に弱い降水、雨や氷があるスーパーセル。メインの上昇気流域では、雲の筋が明瞭、螺旋の形、雲がほとんどなく消えてしまったような外観などの特徴がわかることがあり、区別できる。ドライラインに沿ってできることが多く、上空では水平方向に強いウィンドシアができて、いるにもかかわらず、水蒸気が少ないため、雲ができにくく、 セルも成長しにくい。急速に消滅することが多いが、稀に湿度の高い気団と衝突すると、高降水型へと変質することがある。降水に関しても、氷を降らせることは少なく、降ってもその大きさは、おおむね1インチ、イコール約2.5センチメートル未満のあられとされる。竜巻を発生させることはあっても、弱いことが多い。赤乱雲の中心部分から、 進行方向の先端部にかけて弱い竜巻やロート雲が見られることがある。ただ強いものが発生することもある。降水量が少ないため竜巻が発生しているにもかかわらず、フックエコーなどの竜巻を示唆するレーダーエコーが得られないこともあるため竜巻被害は侮れないとされる。そのため、ストームスポッターやストームチェイサーなどが行う現地での竜巻探査が重要となる。 雷は比較的少ないが、地上に落雷するものより雲の中で放電する、雲間放電が多いと考えられている。北米では、春から夏にかけての数ヶ月間、アメリカのロッキー山脈からミシシッピ側にかけての、諸州やカナダのアルバータサスカチワン領州などで多く、発生する。日本やヨーロッパなどでも、スーパーセルと見られる雷雨が観測されているが、 竜巻研究の影響で観測が強化されているアメリカに比べると精密な観測例は少ない。メソサイクロンの中心部から周囲全体に降水域が広がっているスーパーセル。雨によって竜巻が見えにくくなるので特に危険だとされる。大雨による洪水、ダウンバースト、弱い竜巻が多く発生する。また、 時々強い竜巻を発生させることがある。氷による被害の危険性は他のタイプよりも高い。地上への落雷や雲魔法伝も他のタイプよりも多いとされている。他のタイプとは異なり、激しい気象現象はセルの南東部で起こることが多い。北米ではアメリカのミシシッピ川より東の諸州、カナダのオンタリオ・ケベック領州などで多く発生する。 スーパーセルはアメリカなどでシビアウェザー、シビアウェザーと呼ばれている以下の激しい気象現象を多く発生させる。スーパーセルでは激しい気象現象は上昇気流と下降気流の境界域で起こることが多い。古典的、または LP 型ではそれにあたるセルの南西部で多く発生するが、HP 型ではセルの前縁にあたる南東側でも多く発生する。 スーパーセルの被害としては竜巻によるものが最も象徴的で強力なアウトフロー流出気流によって時速 145km、km 毎時イコール約秒速 41m 以上の風が吹くこともしばしばであることかもわかる。ただ他の被害も甚大であることに変わりはない。ダウンバーストは竜巻のような被害をもたらすことがあり洪水は死者の大半を占める。 ただ、これら激しい気象現象は、スーパーセルに限ったことではない。日本でも、スーパーセルとは呼ばれていない雷雨によって、甚大な被害が発生した例が、数多く存在する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。